次音楽です。音楽はね結構ねいろんな思いがありまして、100選に入ったアプリの中でミュージックアプリっていうのがあったと思うんですよ。その理由についてもう少しだけ喋らせてほしくて、僕ねこの純正のミュージックアプリ本当になんかちょっと許せないというかなんかこうもう本当なんかあーって感じだなって思うんですけど、どういうことかっていうとね、これ見える、こういう感じじゃないですか。何が言いたいかっていうと、1画面の中にアルバムが6個しか出ないんですよ。言いたいこと分かります？アルバムが6個しか出ないんですよ。だから一覧性がすごい低いんです。アートワークが大きく映ってるのはもちろんこう見た目にはとてもこう嬉しいんだけど、ただ僕はその狙った自分が聴きたい音楽、狙った音楽をバッてこう選択して聴きたいわけですよ。6個ってで、これねこれアルバムビューに行くともう必ずこうなんですよ。絶対にどんだけスワイプすりゃいいんだよって感じじゃないですか。結局そのアーティストをこういう感じでリストに表示したとしても、アーティストからその中に入ればアルバムビューなんですよこれ。だからその1画面に表示されるアルバムの量が少ない。その点その動画でも言ったこのセシウムは縦に並べて10個までまあ見れると、だから6個対10個でこっちが 140% ぐらい高いんですよ。音楽を選ぶときはセシウムの方がいいという感じですよね。この辺に多分その理由は詰まってるんですけど、ライブラリー For You 見つけるレディを検索っていうな 順番でこうタブが並んでんですよね。昔ってこうじゃなかったんだよ。プレイリスト、アルバム、アーティスト、なんちゃらみたいな感じで音楽の探し方によってタブが分かれたのに、今はライブラリーっていう一つのタブだけで、そこからそれぞれに遷移していきなさいと。まずここに戻ってきてから、まあ、自分の好きな動きをしなさい。しかもその動きっていうのはもう結局1画面に6枚しかアルバムが乗っからないっていう、このこうこの感じですよ。この感じ、現状最もディスプレイが大きい iPhone X ですけれども、この6枚しかアルバムアートワークが出ない、使いづらい、どれだけスワイプすればいいと思って、僕この iPhone の中に多分1万曲ぐらいは曲が入ってて、アルバムで言っても3000ぐらいは入ってるのでねやってらんないわけですよ。だから結局これの意味するところっていうのは多分これですよ。これ今 For You のタブを開いてるんですけど、こういう感じで結局その Apple Music の中での振る舞いですよね。 Apple Music の中で新しい音楽、あるいは聞いたことない音楽っていうのを聴かせるためにアートワークを大きく見せたい、ボタンを大きく設置したいっていうその狙いから多分こういう UI のデザインになってると思うんですけど、ただ僕が iPhone に求めてることってそうじゃないんですよ。僕が聴きたい音楽がビュッビュッビュッでこう聴けるっていうところが重要であって、 Spotify じゃないんですよ。だから Spotify はだってアートワークを大きく出ててもいいんですよ。だってあれシャッフルやし、 Spotify は必ずプレイリストベースでそれをシャッフルして聴くからアートワークが大きくていいんです。だけど iPhone のアプリって聴きたい曲を聴きに行きたいわけですよね。こういう使い方する人がどれだけいるか分かんないですけど、本当にねほら iPhone 純正、 Apple 純正のミュージックアプリにはね僕はね非常に不満タラタラですというわけでね、ちょっとね今日ネガティブな話ばっかりだったんですけど、はい、iPhone アプリ100選の感想戦という感じで、惜しくも100選に入らなかったアプリたちと僕がまあ愚痴りたかった、ミュージックアプリの話でございましたというわけで皆さんまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあね。